南波康春は日本のラリードライバー、実業家。日本人として戦後初めて国際的なラリーイベントで優勝を収めた。日産モータースポーツインターナショナル初代社長。1948年に多賀工業専門学校機械科を卒業し、日産自動車に入社。1958年9月に当時の日本車の国際的なレベルを知るべく、 片山豊の四季の元オーストラリアモービルガストライアルに出場。同ラリーは当時の国際ラリーの中でも過酷なイベントとして有名で当初は完走できれば5の字という気持ちでの参戦だったがナンバーラが乗るダットさん210富士号は初出場ながら総合24位でゴールしクラス優勝を飾る。この勝利は 戦後国際的なモータースポーツイベントで日本の自動車が挙げた初の勝利となった。1963年に同社実験部第3実験課長となったため、ラリードライバーとしては一線を退き、日産の追い浜ワークスの実質的な監督となる。1966年にはプリンス自動車と日産が合併したことに伴う組織改編により、 同社特殊車両部第一実験課長となり、ラリー部門の監督として、サファリラリーをはじめとする国際的なラリーイベントへの参戦を指揮、ラリーの日産のイメージを築き上げた。一方で車内のテストドライバーとしての活動は継続しており、1964年に放送された NHK のドキュメンタリー、特命思想者にもドライバーとして登場している。 1984年に日産大森ワークスを母体にニスモが設立されると初代社長に就任。同社社長としてルマン24時間レースや世界ラリー選手権に出場する日産ワークスの葬式を取る立場となった。1994年にニスモ社長を退任後、日本自動車連盟上任理事として主に JAF における モータースポーツ関連の業務に関わっていたが、2009年にジャフリジを退任。以後は一評論家として活動している。2013年4月には、モータースポーツ版、名球会として同月に発足した、ゴールドスタードライバーズクラブの名誉会長に就任した。同年11月27日、84歳で死去。初代ニスモ社長。 南馬安春さん亡くなるオートスポーツウェーブ2013年11月28日。ありがとうございます。